んにちは、情熱ゴルフコーチの佐田敦則です。今回は簡単3ステップゴルフボールリフティングをご紹介します。ゴルフをやる方、そしてやらない方も簡単に身につけることができるテクニックですので、ぜひ実践してみてください。それでは今回用意する3つの道具をご紹介します。まず1つ目はゴルフクラブです。これはサンドウェッジを使うことをお勧めします。そして2つ目がゴムティーです。こちらはよく練習場などで使われる道具ですが、量販店にも売っていますのでゲットしてみてください。そして3つ目がゴルフボールです。この3点で簡単に身につけることができます。それではまずファーストステップです。ファーストステップではこのクラブのフェーズ面をしっかりと真上に向けるトレーニングをしていきます。フェース面が真上に向いていないとリフティングをした時にボールをしっかりと上に打つことができません。まずはフェース面を合わせるトレーニングをしていきましょう。それでは早速トレーニングをご紹介していきます。まずゴルフクラブを片手で持ちます。持つ手は左右どちらでも結構ですが、利き手をお勧めします。そしてフェースの上にこのようにゴムティーをセットします。セットができたらさらにその上にボールを乗せましょう。そしてボールが乗ったらこのままクラブを下げていき、このように膝よりやや下あたりにフェースが来たらストップします。そしてこの状態を最低1分間キープできるようにしてみましょう。それではセカンドステップです。セカンドステップでは先ほど確認したフェースの向き、これをきちっと作った上でボールを実際に打ってみます。まずセカンドステップではリフティングを1回できるようにします。このように1回打ったら反対の手でキャッチをするようにしてみましょう。このような形です。そして1回のリフティングがうまくいかない方はクラブの当て方、そして振り方をチェックしてみてください。例えばこのような構えた状態からボールを打つときに手首を返してしまう、このような動きで打ってしまいますとフェースの向きが真上ではない違う方向に向いた状態でボールにヒットします。そうするとボールがきれいに真上に上がりませんのでリフティングが続きません。打つ時のコツはやや肘を後ろに引くような形、このような形でフェースを動かすとフェースが真上を向いた状態でボールに当たりますのできれいにボールを真上に上げることができます。それでは最終の第3ステップです。第3ステップではとにかく連続でリフティングをしていきます。回数でいうと5回以上することができればリフティングはもう可能と言っていいでしょう。最後に少し大きく打ち出してキャッチすることができれば完璧です。皆さんいかがでしたか？非常に簡単なドリルですので、ぜひトライをしてボールリフティングできるようになってみてください。